まず用意してほしいのがグローブでもいいですし、ヘッドカバーでもいいですし、ちょっと薄いものを用意してもらって左の脇に挟んでほしい。それでいつも通り打ってもらいたいなと思います。でこんな感じで打った後もこの挟んだものが取れないようにしてください。これをやるとヘッドがピュッとこう走るようになるので、このヘッドが走ることによって飛距離アップにつながります。皆さんこんにちは、プロゴルファーの江澤彩です。今回はドライバーの飛距離アップについてお話ししていきたいと思います。ドライバーのスイングを見てて結構もったいないなってよく思う人の動きが一つあるんですけど、打った後に左の肘がこうちょっと抜けちゃって、フィニッシュの時に左の肘がすごく低くなっちゃってる人が多いんですよね。こうなってる人はどうなってるかっていうと、こう来て当たった時に左の肘が抜けるとフェースが右向くし上に向くんですよね。でそうすると飛距離ってロスしちゃうんですよ。ヘッドも走らないしフェースの向きも良くないし、で結局抜けて左肘が低い位置に来てしまう。この動きになっている人が結構いるなって思うので、正しい動きはしっかり当たった時にフェースがしっかりローテーションしてヘッドが走って、まあ、こんな状態にこんな感じの動きになりつつ、しっかり左の肘が高い位置でこう収まるフィニッシュが取れたら OK という感じです。悪い動き大げさにやります。こう来てこんな感じ、はい、でいい動きはこう来てこういう感じですね、はい、肘の位置が多分全然違うと思うんですけど、ここで一個注意してほしいのが、引けちゃってるのに無理やりこう高くすればいいっていう話でもないんです。そんな人のために分かりやすい動きが体感できるドリルを紹介していきたいと思います。まず用意してほしいのがグローブでもいいですし、ヘッドカバーでもいいですし、私はちょっとグローブで今日はやりたいと思うんですけど、ちょっと薄いものを用意してもらって左の脇に挟んでほしいなと思います。挟んでそれでいつも通り打ってもらいたいなと思います。まずちょっと、はい、やってみたいと思います。でこんな感じで打った後もこの挟んだものが取れないようにしてください。これをやると飛ばないような気がするなって思うと思うんですけど、それは違ってて、いつも引けちゃってる人は手で頑張りすぎちゃって、自分が頑張りすぎちゃってヘッドが頑張ってない状態になっちゃってることが多いです。自分が頑張ってもヘッドは走らないので、左の脇に挟んであげることによってヘッドがピュッとこう走るようになるので、このヘッドが走ることによって飛距離アップにつながります。まあ、それによって最初に言ったこの左の肘が引けちゃって上向くっていう動きも、これを離さないようにしようとすることによって軽減できて、勝手にヘッドが走ってくれるようになるので、高いフィニッシュに勝手になってくれると思うので、物足りないかもしれないんですけど、ぜひこの練習方法を試してみてほしいなと思います。最初は引けちゃってる人が多いので、最後までこう落とさないようにやってもらいたいなと思うんですけど、慣れてきたらもうこのままフィニッシュの時にポトって落ちても大丈夫。最初に意識づけのためには最後まで脇に挟んだものを落とさないように練習してもらって、ヘッドを走る感覚を掴んでもらいたいなと思います。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファボのメルマガ登録者さん限定でスコア100切りのためのラウンド攻略ガイドブックプレゼントしております。無料で登録するだけですぐご覧になれて、スコア100切りのための要素がたくさん詰まってますので、ぜひダウンロードしていただいてスコアアップに役立ててみてください。